150ヤードとかでもこういうのと乗ってる感覚、これは弾いてる感覚、鋭角に入らないようにシャローにシャローにイメージを持ってこうやっていく。乗ってるね。簡単にやると、上ら辺でボールをこうこうやって押してあげるイメージを持つといいかもしれない、おー、いい感じ、いい感じ、そう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 、習得、低いスピンをゲットした。ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ、引き続きお願いしますね。よろしくお願いします、はい、なんか疑問があるみたいで、さっき鳥居さんがアプローチしてて、フェースに乗ってる乗ってないの、それがそもそも分からなくて、そしてフェースに乗ったらスピンが効く、フェースに乗ったらどうっていうのも分からないから、でもたまに、うわ、めっちゃフェースに乗ってるね今の球とか言って言われて、でも褒め言葉だから ありがとうございますって言うんだけど、いまいち意味分かってないっていう、それを今回ちょっと教わっとこうかなと思って。わかりました。意識的にフェースに乗ったりしないからさ、多分難しいかもしれないんですけど、ちょっとやっていきましょうか、じゃあウェッジで今までってどんな感じで打ってるんですか。今までフェースに乗せてみる。じゃあ自分なりの乗せる、何ですかそれは。ボールを追いかけて、長い時間を作ろうとしてるわけ、てかフェースに乗るってそもそも見して。わかりました。どういうのか分かんないから、なんとなくじゃあ分かりやすいようにやってみますね。じゃあどう、感覚分かる。優しい球。どう？いや、スピンすごい。どう？スピン効いてる。乗ってる感覚ある？今のも乗ってんの？今のはちょっとわかんない。もうちょっとやっぱりこうあれだよね。少し。でもスピンすごいね。ねえ、だから何もしないと多分こうこういう感じだな、でもこれだって強い球、強い、そう、強い球、強いしそこそこのスピンはあります、なんであのこういうハンドファーストにしてポンってこう叩いてね、シュッ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 、これもこれでいいと思う、一応スピンはある程度かかるじゃん、普通のアプローチというのかな、乗せるとか、いうことを考えればちょっとこう、まあ遊びだよね、で私も乗せたい、乗せ方教えてほしいです。で、たまに乗るときっていうのは、ここからこう入って低いところから入ってちょっと高く上がってたときは乗ってるときが多い、私乗ってるって言われるとき50ヤードぐらいのときかも。あ、それはあるかもしれないね、50ヤードとかでもこういうのと乗ってる感覚、で50ヤードでもこれは弾いてる感覚、弾いてる、上からドンって打つと乗りにくい、乗りにくいかも、弾いてるね、パチン、なんかでも少し、緩やかに入ってきてこう上がっていくと、まあ、緩やか時間が長いと乗り可能性が高いかもしれない。じゃあちょっと打ち方教えて。乗る打ち方ね、じゃあまず思いっきり開いてみよう、思いっきり開いて構え、これぐらい、で、これなんで開くかっていうと、ヘッドを戻すから、こういうふうに戻したいから、この動きを使いたいから。バンカーみたいな感じ、距離出す。ああ、まあそう、イメージはそんな感じでもいいかもしれない、そうだね、上げてね、降りたらヘッドって戻ろうとするから、って戻してあげる、この余裕を持たせるために思いっきり開きます。まっすぐのままだと戻したらこうじゃん、動かしちゃうと、だから左行っちゃうから、思いっきりこう開いて大丈夫、ただ自分の正面でヘッドって戻ってきやすいから、でハンドファーストに構える、
これが大事。ハンドファーストのところ、はいはい、でめっちゃペターンとこう置く。それだったら、うん、まず普通の人だと打てなさそう。もう右行っちゃったりこう抜けちゃいそう、うんうん、抜けそう、抜けそうでしょ、こうやって、うん、それをハンドファーストにして、ここからヘッドを前に送り込んでおいてほしい。ヘッドをね、うんうんうん、でカットに入れると当然上から入るから、うん、さっき言った弾いちゃうから、はい、だからどちらかというとインサイドにこうやって入ってくるイメージはあってもいいかもしれない、うんうん、こういうイメージだね、うん、こうシャローになればなるほど地面と水平にクレブヘッドって動きやすいから、うん、こういうイメージ。シャローをゆっくり動かしてみて、フェースの感、はい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 、こんな感じ。だってコーンは抜けないから、うんうんうん、自分の体の周りをクラブがこうやってこう動こうとすれば、はい、これ絶対戻ってくるじゃない、うん、フェースがそのままだと体から離れていくから、うん、もうこういう感じ。このシャローに鋭角に入らないようにシャローにシャローにイメージを持ってこうやっていって、お、乗ってるね、簡単にやると、うん、その時ってハンドファーストに構えてるけどハンドファーストには当たってこないはずだから、うん、ハンドファーストに当たれば右に抜ける、うん、でもヘッドが返ってくるってことはこういう状態で当たりやすい、はい、ね、いくらハンドファーストでもこうやってたら戻ってくるじゃん、うん、あります？めちゃくちゃこれちょっと極端だよ、これ大げさだけど、うん、練習としてここからこうやって戻ってくる。だから構えた時はこうだったけど打つときはこんな感じかな。そうすると少しフェースに乗ってくる。だからイメージ湧かない人はこの上ら辺でボールをこうやって押してあげるイメージを持つといいかもしれない、うん、こう抜けるんじゃなくて、うん、結果的にこうやって抜けてこうジュルジュルって入ってくる方がイメージはいいんだけど、うん、そのイメージが湧かないだったりジュルジュルやっちゃうと抜けちゃう人は、うん、少しこの上あたりでボールを押していく、うん、こうやって押していくイメージを持つのもありかもしれないです、うんうん、それを押すってことは、うん、このヘッドの上でね押そうとするってことは、うん、こうやって戻そうとすることをやるでしょ、うん、押そうとしてるのにこうやってこうはしないよ、ね、うん、これ擦ってるから。確かに押そうと思ったらこうやって押すじゃん、うん、確かに。その感覚をちょっとやってほしい。分かった。分かった？うん。いいよ。もう練習だからそれぐらいやっていいよ。もう一回構えて。でボールセットしていいの？あ、今ね手を返しすぎ。そう。体は回転してっていいよ。どんどん左向いてっていいよ。そう。そしたら勝手に手って戻ろうとするから。うん、惜しいね。これまで遅れてる状態、うんうん、いいよ、もう一回構えて。そう、一回もっと。こんな右に置くの。そう、まあ極端にさハンドファーストにしてみて。おお、はい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 。あ、なるほどね。わかります？うん、そう、それぐらい右に当たりいい。あ、今ダフったね。手でやっぱりうんさばこうとするね。だからバンカーと一緒よ。バンカーと一緒ね。バンカーって、うん、ダフっていいわけでしょ、うん、で砂があるわけでしょ、うん、ダフっても弾かれないじゃん、うん、弾いたらトップしてあげる、うん、バンカーって砂の中に入ってその状態のままこう起こして当たるから、うん、たまにすごいスピンかかったりしない、うんうん、する、うん、それと一緒、うん、でも地面は、うん、そのダフっちゃうと弾かれるから、うん、今度トップになったり、うん、ダフって全然なんかスペースに乗らないっていうのが出てくる、うん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 、それと一緒かな。一緒ね。あ、てか私の前すごい距離出ちゃうんだけど、あの20ヤードぐらいの飛ばすやつやりたいんだよね。おお、まあ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 、まあ、今気持ちいい。気持ちいいでしょ。ジュルジュルって返ってくるでしょ。乗ってるって自分で感覚ない、うんうん、初めての感覚。おお、まあ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 、そう。でもこれね、今、うん、極端に開いてってやったの、うんうんうん、
難しいじゃん、うん、もう開いたものを戻してこなきゃいけないんだから、うん、これだけ難しかったわけ、うん、ということはフェースに乗る感覚それでできたら、うん、次はあんま開かなくてもいい、少しでいい、うん、だ今までこれからこうだったものが、はい、ちょっとでいい、うん、と同じように振ると乗ってくる、ね、より簡単になるはず。だからいいよ、あくまでもオーバーに最初練習させてるだけだから、うん、うん、もういいじゃんっていうか、できた時の快感はやばい。でもそのできた時の快感はめっちゃいいんだけど、あ気持ちいいし、おいいんじゃない、いいんじゃない、わかる。だからやってみたらいい。上から入ったら全然違うなとか、うん、今のもすごくいいですよ。上から入るとダメだね。ね、アプローチ上手くなりそうこれ。そう。だからボールを操れるようになるからさ。あ、確かにね。だから落としたい場所に落とそうとか、うん、これをコースで使う使わない別として、うん、フェースを理解してあげられそう。素晴らしい。フェースを理解してあげるコントロールができるようになる、うんうん、それがまあ、うまい、いいじゃんね。はい、ちょっとじゃあ難しいやつ抜けてるだけだから。でもそうなるね、最初手使いすぎた。このちょっと簡単めで、うまっ、うん、いい、気持ちいい、気持ちいいでしょ。なんか感じたことのない振動、はい、うん、手の感覚。そう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 。50ヤードのフェースに乗るやってみる。はい、乗ってるじゃん。乗ってる？今ちょっと感覚が。あ、ね、これはフェース開いた方がいいの？今ちょっと開いてみたんだけど。開いてもいいよ。戻せれば。だ上級者編としては開いていってインパクトがちゃんと体の正面で捉えれればフェースは戻るはずだから。そうするとスピン量がどん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 増えてくるはず。お、すごいじゃん、スピン。あ、これ乗ったよ、これ乗った。やばいよこれ。今のめちゃ乗った。おー、すごいすごい。今のめちゃ乗った。そうですそうですそうです、うん。だからアプローチって打ち込む感覚ってなくていい。いや、確かにそうだね。上からダメだね。ダメなの。さらっとこう払ってくるような感じ。うんうん、だけど。振り幅によってはターフだったり地面が削れる場合は全然 OK なのよ。ちゃんとソールが仕事してくれて、うん、それはありなんだけど、上から入っちゃうとボールはポコーンって上に上がって終わりだけだ。私それもう結構やる。これね、上から。そう、でも安心するよね、こればっかり、はい、それも、うん、それで使ってもいいと思う、うんうんうん、だけど違う、ちょっといろんなアプローチも覚えてる。そうだね、入り方で全然違うなと。おー、ナイス。バランスだから、体を回ってるけど右に抜ける人ってヘッドが戻ってきてないし、うんうん、こうやってこう手が強すぎちゃうと左に引っ掛けて体が止まっちゃう人は上から入ってから多分、うん、このシャローのまんまこういう動きだから、こういうこうじゃないから、うん、シャローの動きのまんま起こしていくからね、うん、まあ、50ヤードとかでも。いい音ね、うん、うん、これちょっと右に置くのでやりやすくなったかも。そう、ハンドファーストでいいのだから、うん、ハンドファーストでなんか真ん中でハンドファーストより、うん、完全に右に置いちゃった方が、完全に右に置いてハンドファーストにして戻せればいい、いいわけだ。低いスピン、低い球のスピン、ナイス。まあそんな感じですね、うん、
止まんなくなっちゃう。まあ、ゆっくりやるのもいいね、多分。ゆっくりやるのいいよ。なんか私さ、焦って速くなってた。ちゃんとフェースコントロールを意識して、ゆっくりのが乗りそう。柔らかい球になるんですよね。うん、でもこれ目的って結構柔らかい球だからさ、うんうん、グリーンで止められる球だからさ。めちゃうまっ。ね、分かったよ。ゆっくりだ。はい。だからさ、さっきも言ったようにバランスだから、うん、バランスだね。そう、ヘッドの返りと体の周りとマッチしてればいいわけ。うん、ゆっくりの方が私はやりやすい気がする。ゆっくりちゃんとフェースを、ね、いいね。おお、いい感じ、いい感じ。そう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 。習得。習得。低いスピンをゲットした。そんな感じをちょっとやってもらえる、はい。面白い練習になるし、これをやっとくだけでフェース管理とかもやりやすくなると思うから、自分の感覚的に、うん、感覚が研ぎ澄まされる気がする。まっすぐ行きそう、これができたら。おお。アプローチとかが、はい、なんか簡単になりそうだなと思いました。はい。はい、ちょっとやってみてください。うん、皆さんもあのコースで使う使わない別として。試してみたらいいと思います。面白いですよ。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってます。それではチェケラー。